交渉で絶対に負けない方法。なんだろう、何これ。土下座の論理っていうのがあってですね、もう一つまた今日事件に関しての話だね。島村で土下座させた女の人が今ですね、警察に捕まっちゃったよね。強要罪という罪に問われたんだけども、土下座事件。土下座ってですね、その今はそのさせた方が悪い、まあ意見いろいろあるんだろうけど、一番最初はその土下座させて、でそれを写真撮ってツイッターに流して、でその女の人が叩かれて、でその女の人の家族とかの顔まで全部晒されてって一連の流れがあって、で今ついに警察が乗り出して逮捕しちゃったというところで、まあ一件落着になりつつあるんだけども、この間もね、その日本ダンディでちょうど語ったんだけども、土下座はね、これちょっとアンケート取ってみようか。アンケート取れるかな。みんな土下座ってやったことあります？本当に土下座やったことがあるのかの、イエスとノー。土下座、人間の尊厳を踏みにじる行為な。やったことない。100円程度のことでも土下座させる。ない、ない、ある。マジ土下座、焼き土下座。いや、マジ土下座だよ。もちろんマジの土下座っていうのをやったことがあるかどうかすごい興味があるから、一回ちょっと冗談じゃなくガチの土下座やったこと、あの女の人の相手でもいいよ。土下座やったことがある、ないですね。そのイベント的な土下座じゃなくて本気の、本気の土下座ね。はい、興味あるな、これ。本当はどうなんだろうな。はい。はい、お願いします。おお、 16.2%、 多いね。何、7人に1人ぐらいが土下座したことがある。やっぱそうだね、多いな。そう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 。でじゃあ土下座やったことない人と、まあ、ある人とに、まあ、分けて話すわけでもなくて、俺やったことがあるんだよ。俺はあの土下座やったことがあって、何かっていうと、最初の映画の「オネアミスの翼王立宇宙軍」っていうのが2時間の120分の枠で映画作っていいっていうふうに言われたんで、もう借金してまで作ったんだよね。バンダイから3億6000万もらったんだけど、結局4億1000万つぎ込んで、もう自分らの金5000万突っ込んで、120分作ったら、そしたら映画ができてから配給会社との宣伝部とか、あとバンダイの偉いさんらがわーっと俺らの知らないところで話し出して、20分切れていってきたんだよね。で120分の映画を20分切ったら、もう論理構成とかむちゃくちゃになっちゃうんだよ。でそういうことがないように、シナリオも提出して、コンテも提出して、散々確認取ってきたのにさ、最後の最後で20分切れっていうふうに言われたので、もうどうしようもなくなって、もう本当に打つ手がないんだよね。で一番偉い人が出てる会議に出て、もう俺土下座したもん。その時は土下座して、もう本当に切るだけは勘弁してくださいっていうふうに言って、でしょうがないから向こうの顔を立てて、120分の映画だったんだけど6秒カットした。で6秒だけカットして、これはもうあの監督にも、まあ土下座はしないんだけど、すごい深く頭下げて、どうしても6秒だけは切ってくれっていうふうに山賀にこう謝って6秒切ってもらったというのがあるんだけどさ、俺その時から思ったんだけども、やっぱりね、俺が土下座した瞬間にね、バンダイの社長とか配給会社の社長がね、しまったって顔したんだよね。でなんでかっていうと、土下座させちゃったらもう終わりなんだよ。こっから先ないんだよな。土下座させてしまったらもうそっから先でも切れとは誰も言えないんだよ。もう押し問答しかないんだよね。で押し問答に対して片一方は土下座してるから、もうこれ以上の謝りようがないから、開き直るしかないんですよ。もう俺土下座までしました、この先何しろって言うんですか、じゃあもうこの映画やめちゃいますか、フィルム燃やしますか、3億6千万灰にしますか、みたいな開き直りが土下座した方にはできるんだよね。全部もうないから。だからなんか攻めの土下座っていう意見があったんだけども、土下座ってさ、俺が思うに下もん勝ちなんだよ。でこれあの日本ダンディに出た時に隣の人も言ってたんだけども、自分が正しいと思ってたら土下座なんかなんぼでもできるんだよね。人間性の尊厳を踏みにじるっていうふうに言ってる人もいるんだけども、それはその通りなんだけど、それは不本意な土下座なんだよ。誰かのためにやる土下座ってすごい気楽なんだ。自分の子供のためにやる土下座とか、自分の会社のためにやる土下座ってなんぼでもできるんだけども、ただ自分個人のためにやる土下座っていうのはさ、めちゃくちゃなんか辛いのがあるから、だから多分その土下座が辛いって思ってる人って、自分の対面とか自分が背負ってるもので土下座するっていうふうに考えるとすごく辛くなると思う。でも
なんかね、自分には守りたいものがあって、俺は悪くないんだけど、俺のが守りたいものを守るために土下座するんだと思ったら、なんぼでもできるから。もしあの人生でですね、土下座するシチュエーションになったら、周りのやつの顔見た方がいいよ。絶対にね、最初はね、ほれ見たことかみたいな顔するんだけども、だんだんね、みんなしまったって顔になるから。なんでかというと、こっから先その場を収めなきゃいけないわけじゃん。で、そうなるともう土下座までさせちゃったら、要求を緩めていくしかないわけだよね。だから金貸しとかでも、なんかね、土下座させないようにしてるよ。やっぱり返せませんって言って土下座させたら、そんなことはもうええから、返せるのはいつじゃとか、利子どうするんじゃっていうふうにやって、早いこと土下座をやめさせようとするんだよね。こんな感じでですね、なんか土下座っていうのはやったことある人、さっきの 16.何% の人は知ってると思うんだけども、案外やったら強い、最強の交渉術の一つじゃないかなというふうに思うんで、もしあのやらなきゃいけないシチュエーションになったら、そんな人間性の尊厳を踏みにじるとかいうふうにあまり深く考えずに、ちゃっとやった方がいいんではないかなと思います。で、逆にそうだね、島村の店員はそこまで思ってないだろうね。島村のもし店員さんが店のためだ、店で働いてるみんなのためだと思ったら、割と心軽く土下座できたと思うんだけども、なんでこんな客に悔しいと思ったら逆にできないんだよね。だからやらなきゃいけないシチュエーションがもしみんなの中に来たら、絶対に自分なりの正義見つけたら頭下げやすいと思う。下げた方がいいシチュエーションも世の中にあるから、その時はちょっと思い出してみてくださいと思いました。動画へのご意見、ご感想、土下座についてのお考えをコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。